だけでいいの。もし一番簡単なんだよ。なんでみんなか。これでもいい。高そうなチェーン破壊したから。音は、これ音は。練習のチェーンだこれ。よし。楽しいんだからね。そう、そうなのね。その気持ちだよね。そう。フェイントがね、ここね、ああいうのやんないと。ナイス。いや、重いっすね。やっぱうまいっすね。やっぱアムガ材と L 字ガードされたりすると入る隙間がここしかないんで、打ったら打たれるっていうプレッシャーがすごくて筋肉つながるっすね。3、2、1、ラスト10。
はい、オッケー、終了。ああ、若者出せ。若者いない。なんでみんな若者、どういうもの育ってんだよ、だけはよ。ああ、みんなもうしっかりして強くなるしかねえんだよ。やるからボビーが一番強いじゃねえ、幼いのに。今の若者何考えてんだよ。もっと言っちゃって。早く出てこい。いない。いないってどういうことだよ。息子、息子。ジェイジェイ、カモン。見て、消せないで。どういう教育してんの。どういう教育してんの。なんでみんな我々疲れたん。疲れたらもっと高めないと。疲れたら終わりじゃ試合持たないよ。一番ボビーが強かったってことですね。パワーあるし、体力あるよね。今の現実でみんな試合出るんでしょ。情けないね。みんな強くなるために生きてんだよな、俺を。そうそうそう。じゃあ、ボビーが一番強くなりたいんでしょ。違う違う。なんか出ようとしてる。いや、出ない、出ない。みんな強くなってもらいたいだけだよ。なんか出ようとしてる。出ない。もう帰るよ、もう。俺があと3年若ければね。そのことね、20年若ければ。いや、俺らは俺らの作戦を後で言おうか。お願いします。いいよ、じゃあ期待して待ってるよ、当日は。まあ、ルイやってよ。やっつけれるか。やっつけれる。リング上に誰呼んでも出てくれくせに。出ればいいじゃん。竹原さんでいいじゃん、じゃあ。はいはい。俺を殴ってどうすんの。いやいや、それで、昔のお返し。俺もボラボラ。じゃあボビー倒してもらうね。ボビーが愛する。じゃあ楽しくなってた。あ、これ騒ぎ。今日はやつね。まあ、なんかオチがビタビタです。オチなんか探す意味がわかんねえんだよ。ボスやってんじゃねえのか。何のオチなんか求めてんだよ。あ？シュウ君、はい、シュウ君、作戦練るの。弱い作戦練ってどうするの。何聞いてんの。勝つための作戦ですよ。お前にそれ言えるのは。つい勝ちます。つい、はい、じゃあまた来るか。来月で。ここも頑張ってね。どこで。福岡で。あ、そうだ。ボビーボビーと戦うわけじゃないから。そうだ。あ、そうだ。そうだ。ボビーが天使の話も知らないから。息子鍛えても恥かかんない。このままだと恥かくと。でも俺やれること見せてるから。お父さんはすごいけど息子はまだまだベイベーなの。確かに弱く育ったついていいのか。弱くねえんだよ、あれは。ジャイケ言ってやれ。お前30秒しか持たねえんだ。今日見てたけど俺の方が強い。お前チャラチャラしてるだけなんだよ。おめえの親父のだよ。あ、そうだ、返せよ。返せよ、返せよ。俺のパンチで落ちたんだよ。ちょうだいよ。忘れそうだった。福岡に取り返しに来いよ。そうする。お前の息子が勝ったら返してやるよ。おお、まあ、それ勝ちますもんね。勝つから大丈夫。いや、今もらっとこいよ。不安なんだよ。とりあえず福岡は行くから。どっちにしてるよ。まあ、手が震えちゃって取れない。俺が緊張してるだけなんだ。危ねえから。これいくらするんですか。これは結構するの。さらばじゃん。行こう行こう行こう。危ねえ危ねえ。じゃあ